んにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今週末ね、予定通り、温泉旅館の、日帰り温泉プランですね、部屋と、入浴料とランチ、食事がついてくる、というプラン申し込みまして、K さんとね、行ってこようと思っております。予定通りですね、過去の動画見ていただければ分かるように、こういうプランを立てましたよっていうのを挙げさせていただきました。最近ちょっと反響がね、薄くなってはきてますけれども、そして、この、K さんとですね、うまくいってほしいというね、やはりファンの方も多く見受けられますんで、これはね、こればっかりはあとは本人たちの、どうなるかというところで、また決まってくると思うんですけれども、でも悪い方向にはならないかなという。そして、バレンタインデーが近くなってますんで、もうすでにねカップルになられてる方は、ホワイトバレンタインっていうのを過ごしていただいて、雪が降ればね本当はホワイトなんだけど、いい意味でのね、ホワイトブラックでいうと悪い意味でブラック、いい意味でホワイトということで、皆さんがねホワイトバレンタインを、幸せに過ごせるように、お祈りいつも、してますんで、本当かよみたいな本当かよみたいな、そしてまだパートナーいない方もまだまだ婚活パーティーだとかオンライン婚活とかねいろいろありますんで、いろんなねちょっと訳あり物件の方とも知り合うことも多いと思いますんで、過去のねあの動画にも言いましたように婚活パーティー嵐と、思われるような女性もねいたりいます。そしあとはだ、女性だけじゃないですね、男性でもやりもくの男性とかはいらっしゃると思いますんで、皆さんそれぞれ婚活で嫌な思いとか、辛い思いをねされてる方もいると思いますが、それは本当にねごくわずかな人たちです。たまたまそういうのに当たってしまったというだけの話なんで、これに懲りず良縁というのをね諦めずに、求めていったらいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ応援しております。その辺はね、で自分自身もまだね今交際してるわけではないですから、ただ目前ではありますよね。この流れでいくと別に自分におごりがあるわけではなくて、本当にこのなんていうのかな、もう1ヶ月、知り合って1ヶ月以上経つわけですよ。で良好な関係を築いていますし、人柄的には今のところまだね悪いところはないですし、本交際に入っても不思議ではないのかなというところでね、は考えてます。真面目にそれは考えてますんで、今後でちょっとどうなっていくのかと。そして、その温泉旅館の日帰りプランを、行った後、あと2つ、2人がね、どういう関係にまたなっていくのか、距離が近づくのか、それとも平行線でランチ友達で終わってしまうのかというところで、いろんな選択肢があるわけですよ。人生ね、人間というのは人生選択の選択肢の連続であります。もう小学校をどこへ入るとかね、中学校どこにするとか、全部皆さんね、今まで知らないうちに選択肢に立たされて選択をして人生っていうのは進んでいくとね、年月は経っていくという形になりますんで、どうまたね、自分の方も変わっていくのか、そして皆さん自身もね、いい選択をしていただいて、幸せになっていただけたらなというふうに思います。そして既婚者の方はね、本当に感謝の意味でパートナーのね、旦那さんに、たまにはチョコレートとかね、既製品じゃなくて手作りちょこっとね、子供になんかあげるついでに、作って、いつもお仕事ありがとうみたいなことでね、やっていただけたらいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。世の中ね、全員がね、皆さんが幸せになればいいんですけど、やっぱり幸せの反対側のね、今辛い思いされてる方もいろいろいると思うんですけども、今が辛ければ、次がね、もっと上がっていきますんで、今がどん底だと思えば、それ以上に必ず上がっていきますんで、本当にコロナとかね、失業だとか、いろいろ大変な、方もいると思うんですけども、それは本当、人生のうちの一時です。これが1年、2年続くかもしれませんけども、一生のうちの人生ね、80年、85年ね、女性だったら90年ぐらいか、その中のたったこれっぽっちの年数で、そのだけの辛さだけなんで、それが全ての辛さとは思わず、
乗り切って、ね、で頑張って、生きて、いったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあなんかねちょっと大層な内容になってきましたけど、大層なこと言ってますけども、単純に週末お出かけしますよという、まあ、動画ではあります。そして自分自身もねそういった今ね経営難の旅館が、そういったねなんとか収益上げていこうというプランをやっていますので、それを助ける意味で今回はこういうコロナのね大変な時期ですけれども、あえてねそこへお金を落としに行くという形で、そこの旅館の運営の少しね、少しでも売り上げの足しになればということで、そこをね予約して自分が、ね、全部払いますんで、それによって一人で行くよりかは二人の方がね絶対いいですから。そして今その K さんの方と、これからいい関係を作っていく中では、どうしてもやっぱり出かけるということが必要になります。不要不急の用事という形になりますので、なんだろう、いたずらに出かけるっていうわけではありませんので、これね、コロナ禍の中で、わざわざとね、なんで外行くんだと、そうではないです。外へ行かなければならないし、経済でその旅館を救わなければならないという、ただ金だけ渡せばいいじゃないかっていう思うんですけども、それは違います。その金を落とすだけがやっぱりなんていうのかな、いいことではないんで、やはりサービスを対価として受けたい、ね、払うんだからやっぱり受けるわけですから、それはギブアンドテイクの精神ですね。まあなんだかんだね、言いましたけれども、ちゃんとね経済を回しながら、そして、気をつけることは気をつける、3密にならないようにする、なるべく飛沫を飛ばさないようにする、マスクをする、除菌もする、換気もするという形で、ソーシャルディスタンスも保つという形で、ね、出かけていきたいと思います。それではまたお出かけ、後の状況ですね、報告を、ね、したいと思いますので、ぜひとも一つよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。